スティーブン・シャビロ、スティーブン・シャビロは、アメリカ合衆国の哲学者、映画理論家、映画評論家、文化評論家である。最も読まれた著作である、ドゥーム・パトロールズは、理論的フィクションであり、1990年代のポストモダニズムの状況を描き出すため、私的言語、個人的逸話、創造的三文が駆使された作品である。また、著書のザ・シネマティック・ボディでは、 現代の映画理論で支配的な影響力を持つ羅漢的転移について論じている。シャビロによれば精神分析理論の乱用は聖典をありがたがるカルト宗教そのものになっているという。2003年にはコネクテッド、オア、ホワット・イット・ミーンズ・ツー・ライブ・イン・ザ・ネットワーク・ソサイティを2009年5月にはウィズ・アウト・クライテリア、カント、ホワイト・ヘッド・ドゥルーズ、 アンドエスセティクスを上司した。シャビロは1981年にイエール大学から博士号を取得した。数年間ワシントン大学で教えた後、妻と娘と共にデトロイトに住むようになり、現在に至る。本向こはウェイン州立大学で文学と映画を教えている。現在、最新著のザエージオブエスセティクスを執筆中である。同書は、 現代の消費文化と美学的価値とマルクス主義の関係を扱うものである。ありがとうございます。